はい、どうも、カッパ園長です。今日、ちょっとね、急遽予定変更して、そこを見ました？そこを流れもう飛びまくってますよね。小室圭さん、ついに、3度目の正直になりました。ニューヨーク州司法試験、合格！おめでとう！はい、どうも、カッパ園長です。いやー、もう、ディガーニュースって言っちゃいましたけど、もうディガーニュースできなくなっちゃいましたね。まあでも、ディガーニュースには変わらないんで、続けますけど。いや、小室圭さん受かったらしいっすわ。ねえ、アメリカニューヨーク州司法試験に合格！なんか3時51分の速報なんですけどね。これ撮ってんの4時半前ぐらいなんですけどね。あ、そうですか。合格しましたか。じゃあもう、弁護士。あ、やっぱりあの写真差し替えってのはそういうことだったんですかね。うん。いや、てっきりなんかほら、合格したら、当然この、今まではこの、こっそりコソコソしてた、お金だけもらってて、この秋篠宮家とか、この宮内庁なんかにはさ、もうなんか連絡、報告すら上がってこねえみたいな、そういう話あったじゃないですか。でも合格したらさすがに、あ、お父さん、どうもお久しぶりっす。うん、ケースけど、うん、今回あの、小室弁護士って呼んでもらっていいっすかねみたいな。それぐらいのこのなんかこうね、あの電話は一発入れるだろうと思ったから、てっきり受かってた、本人にこの通知が来てたらやっぱりさ、ね、うん、まあ、ディガーさんから直接電話行かなくても、ほら、眞子さんをね、うん、あ、パパみたいな、K 受かったんだけど、みたいな、お祝いはみたいな感じで、なんかそういう電話はね、あの言ってそうだから、で、そうしたら当然、この宮内庁がね、うん、なんかこうフライングね、フライング合格発表みたいなことをやらかすんじゃねえかなと思ってたから、まあてっきりなんか今回もダメなのかなって踏んでましたけども、いやなんか受かったらしいですね。へえ、あ、そうですか。まあちょっとね、一応この記事、これ確かソースが NHK かな、 NHK が一番早かったのかな、これ。秋篠宮ご夫妻の長女眞子さんと結婚した小室圭さんがアメリカニューヨーク州の司法試験に合格したことが関係者への取材で分かりました。これ、よくよく調べたら間違いでしたとか、そういうのねえよな。で、小室圭さんが日本で勤務していた弁護士事務所所長で、留学なども支援してきた弁護士の奥野さんによると、小室圭さんは21日午後、あ、ここにやっぱり最初に電話で合格の報告が来たんだ。へぇ、ダメだった時もなんかね、また次頑張りますとか言って電話してたって言ったから、あ、奥野さんのところにまず合格の報告が入ったんだ。へぇ。で、なんかこの奥野さんところに電話で、合格の報告がありましたと。で、この K さんは、今回は合格しました。弁護士の仲間入りができました。本当に先生のおかげです。今後はますます弁護士として研鑽を積んでいきたい。本当に嬉しいです。ありがとうございます。などと話したということです。へぇー。ちった、あの税金のね、この垂れ流しというかさ、ね、うん、あれ減ったりするのかな。でも警備費用1年8億だからな。弁護士の給料が、2000万とか3000万とかだっけ？うん。足んなくね？まだ。半分にもならねえぞ。うん。で、ニューヨーク州の司法試験委員会によると、小室圭さんが受験した今年の7月の受験者数が、試験が9600人、約9600人受験して、合格率 66%。うち、小室圭さんのような再受験って書いてあるけど、再受験だからね。ん？再受験か。あ、再受験か。そっかそっか。での合格率は 23% だったんだって。で、小室圭さんは、眞子さんとニューヨーク州の賃貸マンションで暮らしながら、州内の法律事務所で弁護士の助手として働いていて、今回が3回目の受験でした。ということで、まずは合格おめでとうございます。で、結局このニューヨークセレブ生活何が変わるんだっていう、そこですよ。ね、そこなんですよ。ね、俺はこの弁護士になるならないについて、まあ僕はもうネタとして取り上げら、ね、させてもらってますけども、別に反対も賛成もないんですよ。ね、なれるんならなりゃいいし、ね、滑ったら滑ったで笑うだけだし、受かったら受かったで、あ、そうなんだ。じゃあ多少この収入がね、うん、まあ安定、ん？安定すんの？しないの？するの？でも結局あれでしょ？普通に考えて、別にこれ小室圭さんのこの合格、このね、難癖つける意図はないんですけども、あくまでもこれスタートじゃん。普通は。この人の場合はもうちょっと違うと思うんですけども。
ね、でもロイヤルチート聞かせるだけ聞かせて、とりあえず3回目でこの突破して、だもう仕事が何をやってもらうか、弁護士という肩書きを使えれば、ね、一応なんかこれだけのこんなすごいことをやってますって、もう新しい下駄がもう下駄だけ最初にいくつも用意されてるはずだから、うん、普通の弁護士さんだったら、まあ資格ね、まだ資格を取ったばっかでしょ。これからなんかもうだって本当だったらこの、しかもアメリカのニューヨークなんつったらもう弁護士法曹ん最も厳しいね、しのぎを、もうそれこそ昔で言うこの生き馬の目を抜くぐらいの、そんなもんじゃ効かないぐらいの、そっから競争がスタートで生き残る、ね、だってほら誰だっけ、日本のテレビでもよく出るあのデリカットさんじゃない方のケントさん、ギルバートさんだっけ、なんか言ってませんでしたっけね、え同期で、ね、このなんか事務所にこの 配属されたこの、ね、この新規同期、なんか1ヶ月か2ヶ月、ね、そんぐらいでもう、なんかもう半分以下になるみたいな。なんかそれぐらいのなんかもう厳しい状況で、まあ弁護士になってからが、本当の勝負だみたいなことをね、唯一なんかそういう厳しい話をしてた人ですね。あとはもうなんかもうね、絶対受かります絶対大丈夫だと思いますみたいなことしか言わないやつばっかだったんでね。もうあんまりなんか真面目に聞いてなかったんで忘れちゃいましたけども。さあ、こっからはね、だってもう弁護士、小室圭さんの場合はもうそんな競争、ね、そういう世界、をそもそも想定してないはずだもんね。とりあえずなんかアメリカのこのニューヨーク州のこの弁護士、ね、司法試験受かってこの弁護士っていう肩書きさえあればもうあとどうにでもなるわけじゃん。ね、この人専用のなんかこの事務所みたいな、奥の法律事務所、ね、アメリカニューヨーク支社みたいなのをこうポコッと箱を用意してさ、あとはもう日本政府、外務省、ね、この奥の法律事務所経由の、なんかもう、なんだっけ、小室ワークじゃない、小室タスクじゃない、なんて言えばいいの、これの。ね、他には一般にはこう出回らない、うん、っていうなんかそういうのをこう、いかにもこの仕事してる風みたいな、ね、世界で唯一、ね、こんなことね、任されてるのは、ね、彼だけなんですよ、みたいな、このでっち上げると思えば、もう、とりあえずこの弁護士っていう資格があれば、あとはもうどうにでもなるわけでしょ。うん、多分そういう作戦でいくんじゃないかなと思いますけどね、うん、であとはもうほら堂々とその報酬っていう形で、ね、この公金をガンガン注入していくと思いますけどもね、うん、まあ、何にせよ、ね、我々のこの税金がなんだかよくわからない、うん、ね、なんかこの呼び方とかこの形とか、なんかこの格好が変わっただけで我々のこの税金が不当に、ね、私的に流用されるっていう動きは基本変わらないと思いますけどもね、うん、ってなるとこれあれかな、もう早々に独立するんじゃないですかね、うん、だって雇われね、いくらこのニューヨーク州のこの弁護士とはいえね、え、今まで散々弁当係として世話になっていた事務所にね、そんな簡単に辞めないんじゃないですかとはならないと思いますよ。もう速攻だと思いますけどもね、うん、今までね散々ね、なんか金積んでね、名前だけこの貸してもらってたみたいなことも言いましたけどもね、世話になっていたとしてもね、うん、もうとっとと引き上げんじゃないですかね。あの写真差し替えたのは何の意味があったんだろうってことになるかもしれないですよね、うん、だってほら結局はニューヨークだろうがなんだろうがね、この独立して、ね、自分で仕事取ってきて、ね、この回せるようになって、でこの人使ってさばききれないぐらいのこのね、業務をさ、ね、依頼を、ね、このクライアント抱えるだけ抱えてさ、ね、人にさばかせてっていうところまで行ってなんぼでしょ、弁護士商売って。雇われでっていうのはもう本当、ね、一応弁護士だけどそんなこの食えていない側の弁護士になっちゃうもんね、うん、そんなところからね、泥臭いところ這い上がってみたいなことやんないでしょこの人多分、うん、もう早々にこの独立してね、もうスーパーエリート気取りのね、それこそロイヤルロイヤーみたいな感じになると思うでさあこの後の展開どうなるんだろうね、ちょっと気になるよね、うん、あるいはね、この合格発表間違いでしたとか、さすがそらねえかさすがにそらないか、うん、もう分かんないですけど、まあ、とりあえずは弁護士、ね、この司法試験、ね、受かったらしいんで、弁護士生活、スタートだって。おめでとうございます。これから、明日からね、明日から小室弁護士って呼ばせていただきまーす、みたいな。いやいや、言わね。D が。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。